ガンユータ、戸部史上最速、10月15日までに加入、節不条の分け。裏にある、カトリシンゴ積極起用、日テレの事情、鉄腕ダッシュ、で奇跡の共演化。テレビ局が、ジャニーズ事務所との関係性の変化を匂わせてきている。図らずも、その急戦に、ジャニーズ事務所から退所した元キングプリンスガンユータ28だ、28、だ 岸さんは、時キがメインを務める、ザ、鉄腕、ダッシュ。日本テレビ系、日曜19時からに準レギュラーとして3年前から出演。奔放なキャラでメンバーからのツッコミも多く、岸さんがいるだけで場が和む。一役買っており、視聴者にもそのキャラクターが受け入れられ、愛されてきました。これまでテレビ局は、 対処したジャニーズタレントが出演するレギュラー番組は、対処日をもって当該タレントの出演終了というのが定例で、対処した10月以降、岸さんもダッシュ卒業となるはずだった。しかし、15日放送会の予告に、岸さんの姿が映り込んでいたんです。スポーツ紙記者。時を国分太一、49、 も9月27日に更新した自身の X、ツイッター、で、ハッシュタグ鉄腕ダッシュ、というハッシュタグをつけたオフショットを公開。城島しげ、をメンバーである松岡正宏、46ほ、そのか騎士、ストーンズ森本慎太郎、26、という5人が田んぼを背にした集合写真だ。城島さんは長靴姿。 松岡さん、岸さん、森本さんは、頭にタオルを巻いているなど、稲刈りロケを行っていたと思われます。10月15日は3時間スペシャルで、岸さんも出演します。全道。